どんな時も迷い探し続ける日々が答えになること僕は知ってるから。おはようございます。マイとの対話へようこそ。今日は2018年7月7日土曜日です。今日も聞いてくださってありがとうございます。今日のテーマは望む人生を生きよう、今週のまとめです。今週アラン・グレのメッセージブックのテーマを元にお話をしてきました。4回にわたって5回かな5回にわたって話をしてきたんですけど、まず、1日目は初めにっていうことで、お話をねしたんですけども、まず情熱と好奇心ですね。1回目、情熱と好奇心で、これは情熱と あなたが、何が好きなことね、情熱を燃やすことや好奇心を持っているものを大事にしましょうっていう話なんですけども、何に情熱を持ったり好奇心を持つか、これがその人それぞれの個性なんですよね。で、その自分が興味を持つものや好奇心を持つものっていうのがそれぞれ人によって違いますけど、それをですね大切にして生きていけたらいいなと思います。で、子供の時はこの情熱や好奇心っていうのをすっごく、それで生きてるみたいなものなんですけど、だんだんと大人になるに従って情熱や好奇心っていうものが薄れていくわけじゃないけど、置き去りにしてしまうというか、今目の前の今やってることとか仕事とかやらなきゃいけないことっていうことに押されて、この情熱と好奇心っていうのがせっかくあるのにそれをですねほったらかしにしてしまう。ぜひぜひあなたの情熱と好奇心をもう一度思い出して何かを始めてみてください。はい。で、2番目、信じること。で、これは信じるっていうことが、いろんなものを信じるっていうことがあるんですけど、この信じるっていうこと、まずは自分を信じる力、自信を育てていく。で、自信がないんですって、自分はあんまり自分に自信がないんですっていう人いると思うんですけど、自信っていうのは生まれつきあるものではなくって育てていくものだと思っています。で、ラッキーなことに自分が子どもの頃から親とか周りの環境によって何の努力をもせずですね、自分に自信を持った状態で育てるっていう方もきっといると思うんですけど、多分そういう方はとても少ないと思うんですよね。これは自分で育て直すことができます。自分を信じる。じゃあ自分をどうやって信じる力を自信を育てていくかというと、自分で自分を励ましていくっていうことを常々やっていくってことですね。で、自分で常に自分が一番の親友になって自分で自分を励ましていく。で、このことによって自分がもともと持っている力っていうのがどんどん発揮されていきます。それは自分を励ますっていうことが
自分を励まして自信を持つっていうことが一番その脳のパフォーマンスが上がるからなんですよね。なので自分を励まし自信を育てていきましょう。はい、3番目愛すること、これもですね2番目の信じることとまあ同じなんですけど、基本的にはまずは自分を愛するっていうこと、自分を大切に扱っていくっていうことですね。これがベースとなって自分を愛することから、まあ、そこから愛があふれ出して人を愛するっていうことにつながっていくし、自分を愛するっていうことをしっかりできていけば自然と人を愛すことの方が簡単にできると私は思っています。それは、なんでかっていうと、自分っていうのは24時間いつも一緒なので、自分のいろんな面を知っています。で、自分以外の人の全ての面を知っているってことはないです。で、まあもちろんですね、自分には見えない面が他の人に見えるっていうことは確かにあるでしょうけども、ただもう生まれる時から今日までの全てのいろんな全ての面を知っているのは自分だけで、自分にはやっぱりなんていうかな、すごく自分でいいなって思う面も、長所だと考える面ももちろんいっぱいありますけど、自分が欠点だと思うところが必ずあると思うんですね。例えば、まあ人を傷つけてしまう自分。なんか例えば何でもネガティブに捉えがちな自分とか、決めたことを守れない自分とか、そうですね、思いやりの気持ちを持てない自分とか、いろんな自分が、自分をいつも見ているのでいろんな自分があります。で、例えば人を傷つけてしまって傷ついた時に、ああ悪かったなとかってね、まあなかなかそういうことで、それをですね、愛するって、まあ、どういうことかなって考えた時に、愛するっていうのはありのまま、それ自体をもうすでに愛するっていうことじゃないかなって思うんですよ。ありのまま、それそのものを愛する。だから、その例えば人を傷つけるようなことを言ってしまったような自分っていうのを、ダメだから、これは良くないからって、自分はこんな人間でなんでこうなんだろうってことを責めるとかで、まあそういう必要はないと思っていて、例えばそういうことをしてしまった時に、そのなんで落ち込むかっていうと、本当は優しい気持ちを持っているからですよね。本当は優しい気持ちを持っているのに、そういうことをなんか傷つけるような言葉を言ってしまったから、なんかそれで自分で自分を責めて落ち込んでるっていうふうになってると思うんですけど、そこで自分で自分を責める必要はないと思ってるんですよね。なぜなら、あなたはその時の一生懸命をいつだって生きているんだから、例えばその人のことを思いやれる余裕がない大変な状態だったんだ、だからそういうことを言ってしまった、仕方がなかった、だから、じゃあ、自分をもっともっと、ちょっと余裕を持たせていこうとか、自分をちょっと休ませてあげようとかで、そういうふうに今考えていく。で、自分に対して優しくなれると、自分のことに対して優しい見方ができるようになることが習慣になった時に、必ずですね、人のことも同じように見れるようになるんですよね。で、
これなかなかできません、ついつい自分を責めてしまいますっていう人がまあ多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、愛も技術なんですよね。練習、愛するのも技術です。今まで丁寧にやってこなかったからなかなかできないだけで、やるって決めて練習を続ければ必ずできるようになります。なぜなら24時間自分とは一緒だから、練習する機会がたくさんあるからです。だからぜひぜひ自分を愛する練習、自分のいろんな面を愛そうとする、ありのままに受け入れるっていう、何か失敗をしたり自分が不本意なことをしてしまったとしても自分を責めるんではなくって、まあ、常に全力を尽くしている自分っていうことを認めてあげて、で自分のまあ精神状態を良くしてあげることで、また自分が望む自分っていうものが表現できるようになっていくっていうようなことですね。愛するということ、それから仕事と人生、全ての時間が自分のための時間であるっていうふうに考えてみる。本当は全ての時間、今してることの全て自分でやることを選んだはずです、意図を持って。もし今そうではないと思ってるとしたら、変える努力をしてみましょう。やらされてるっていうことは本当は何もないはずなんですね。だから同じことをやるとしても自分で選んでやったって思うことと、なんか誰かのせいでやらされてるとか仕方なくやってるって思うのでは、時間の価値が大きく変わっていきます。すべての時間が自分のための時間、これについて、見直してみてください。はい、じゃあ今週はアラングレのメッセージブックの中にある4つのテーマについてお話をしてきました。どうだったでしょうか？何かヒントになれば幸いです。今日も聞いてくださってありがとうございます。あなたが自分の中にある無限の可能性に気づき、望む未来を作り出せますように。いつもあなたのことを応援しています。船越舞でした。